イラストレーターである海野千佳さんはオベロンの設定を聞いた際、可愛い女の子を想像した。ナスは痛い気な少女の夢を3秒で壊した。オベロンはよくメロンを手にするが、実はさほど好きではない。ただ高そうだからという理由。オベロンの画風のコンセプトは普通のサーヴァントとは違う存在感。6章のテーマを体現してくれる童話世界の案内役海野千佳さんは昆虫が非常に苦手なのだが、オベロンの依頼を受けた際に昆虫図鑑を取り寄せ懸命に勉強した。